私はあの祖父の代から、西川洋介を始めまして、私で3代目になります。約もう110年近くになりますけど、あとまあ私の娘と娘の婿が4代目ということで、あと1人で出てます。チェは今とりあえず紅白3系昭和、まあ、ほとんど紅白をまあメインに生産をしています。やっぱり錦鯉はあの他の観賞魚と違ってやっぱり大きくなるのが特徴なんで、やっぱりこう飼育してて大きくなるような声、そしてまあ飼育していて長持ちする、長く楽しめるような声をまあ目標に生産してます。そうですね、夏場はまああの山の野池にね行けるんで、なかなか目の届かないので実際見て管理というのは難しいんですけども、まあ、なるべく健康に育てるようにあの一番大きいのはあれ1メーター10センチあるっていう、プラチナみたいなやつ。 あれは明日ベトナムに送りが、ベトナム1メーター10ってやっぱ大きい方ですよね。なかなか1メーターっていうのは超えないよね。おそういうまあ無事もんというかね、品種に近い品種は、まあ、それなりになる確率は高いけど、なかなか紅白とかね、そういうのはなかなかならない。そうですね、まあ先ほど言ったように、なるべく健康で長持ちするような声を